やハロー、みさきみさです。ということで、本日3月の31日から4月の2日まで Amazon 新生活セールファイナルが開催されます。ということで、今日は Amazon で売っているお得なゲーミングデバイスたちをね、紹介していこうかなっていうふうに思います。最近の Amazon セールの動画はなんかちょっとラジオ感覚で、なんかたくさんね、こうセール品を知ってもらおうかなっていう形でたくさん喋ってたと思うんですけれども、今日はね、そのセール品の中でも特におすすめなものっていうのをね、紹介する形にしようかなっていうふうに思います。まあ、というのも、今回のその新生活応援セールファイナルがですね、なんか意外とね、いいの、マジで良くて、今までセールになってなかったもんとか結構あって、普通にミサが欲しいもんとか、ミサが紹介したものでね、マジで良かったなって思うもんだったりっていうのも、今までセールじゃなかったのに今回はセールっていうね、ものだったりっていうのもあったんで、まあ、セール品の中でも中でもあれ、セール品の中でも特におすすめの商品っていうのを今回は紹介していこうと思います。今回のマジで掘り出しも多いから、すぐにね、売り切れるっていう可能性高いかなっていうふうに思いますので、まあ気に入った商品とかあればね、概要欄に貼ってあるので、よかったらそちらからね、まあ見てみてください。はい、それではまず一つ目はですね、こちらがコルセアさんの K60 Pro TKL RGB のキーボードになります。こちらは超最近レビューさせていただいた製品になるんですけれども、銀軸よりも速いキースイッチが使用されているキーボードになります。アクチュエーションポイントは1ミリで、なぜ速いかっていうと、普通のスイッチではなくて、なんとこちら光学式スイッチが採用されています。光学式スイッチっていうのは、遅延なくね、パソコンに、伝達することができる、その分速いっていう感じの、まあ、簡単に説明するとそんな感じの、キースイッチになっていまして、なので FPS ゲームだったりっていうのにも、もうめちゃくちゃ向いているのに安いキーボードになるんですよ。耐久性っていうのもね、高いと言われているので、まあ、長く使えるキーボードじゃないかなっていうふうに思います。で、このボディっていうのもヘアライン加工されてて、もうめちゃくちゃおしゃれで、ちなみに今回のホワイトが 15,680 円なんですけれども、こちらのブラックっていうのが 17% オフで 13,980 円と、ホワイトモデルよりもね、少しお安くなっております。そして Amazon おすすめ品2つ目、こちらは MSI さんが出している24インチの 144Hz 1ms の湾曲モニターになっています。こちらが3万601円からなんと 39% オフの1万8800円になっております。これマジで安くない？で、モニターのサイズも24インチということで、まあ、FPS サイズにね、一番ぴったりのサイズじゃないかなっていうふうに思います。MSI さんが出しているということで、まあ、間違いない商品だと思うので、湾曲モニターが欲しいなと思ってた方は買ってみてもいいかもしれません。そして次に紹介するのが、同じく MSI さんの34インチの 144Hz 1ms、 そして解像度はなんと WQHD のモニターになります。もうこのウルトラワイドモニターいいですよね。もうめちゃくちゃいいなって思うんですけれども、お値段がなんと特選タイムセール中で、現在 56,800 円で発売されております。もうめちゃめちゃでかい34インチのモニターが5万円で買えちゃうのっていう感じで、もうこれ普通に欲しいけど悩むなっていう。黒色やからね、ちょっと白色2枚にするか、黒色のウルトラワイド1枚にしちゃうか、ここ最近ずっとね、もうそれがね、もう悩みで夜しか眠れないんですけれども、もうそれぐらいね、ちょっと欲しいなって思っているような製品でして、でリフレッシュレートは 144Hz とね、まあ、少し低めかなっていう、もう少し欲しいなって思う方もいるかと思うんですけれども、フル HD よりも WQHD の方が解像度がね、大きくなっているので、まあ、敵だったりそのゲームのね、映像っていうのも鮮明に見えます。まあ、どっち撮るかっていう感じですよね。でもウルトラワイドモニターでさ、リフレッシュレートそこまでめちゃめちゃ出るようなやつっていうのも、もう超値段が高いし、このあたりね、安いうちに今買っておくべきような製品じゃないかなっていうふうに思うんですよ。だからちょっと悩みどころなんですけれども、でこちらもですね、 IPS パネルじゃなくて VA パネルになります。
で VA パネルの湾曲のウルトラワイドってどうなんかな、メス使ったことないからさ、どうなのかわからないんですけれども、もし使っている方いたらコメントで教えてください。これはねちょっとおすすめっていうよりも私が欲しいなって思っている紹介でした。はい、次におすすめするのが ASUS が出しているノートパソコンになります。ゲーミング PC ですね。こちらがなんとですね 16% オフの21万1000円で発売されております。もうめちゃくちゃ安いで、このスペックっていうのが、Ryzen 7の 6800H、 メモリが 16GB の、容量は十分な 1TB、 そしてグラボっていうのが RTX3060 ラップトップで、モニターサイズは 17.3 インチ、そして解像度はね WQHD なんですよ。なんですけどリフレッシュレートなんとこちら 240Hz 出ます。やばくない？でノートパソコンのデザインというのもこう光ったり、まあ、ゲーミング感満載のねもう超かっこいいノートパソコンなのにこの値段で買えるのっていう。でちなみに 3070Ti と RTX3080のモデルもあります。で私もこの実機っていうのを長時間ね触ったことがないので、もうめちゃくちゃおすすめですとは言えないんですけれども、この価格でこのスペックやったら安いんじゃないっていうふうに思います。でついでにねもう一つ見ていきたいんですけれども、こちら ASUS ROG が出しているゲーミングノート PC で、こちらは Ryzen 7の 5800HS、 メモリが 16GB、 容量は 512GB、 そしてグラボが RTX3050 が積まれていて、解像度っていうのが WQHD で、リフレッシュレートは 120Hz と先ほどよりもね少しね低めのスペックになっているノートパソコンなんですけれども、こちらがですねなんと現在タイムセールで 26% オフ 139,800 円らしいんですよ。安くない？これも安いなって思って、こちらね見た目っていうのも白と黒色があってめちゃめちゃかっこよくておしゃれな感じ。幅がまあ約 1.8 センチの、重さが 1.65 キロになっています。さっきのはちょっと 17.8 インチと少しね大きめだったんですけれども、こちらはですね14インチということで、外に持ち運ぶならめちゃくちゃちょうどいいサイズじゃないかな。でグラボが3050なので、まあ、少しね、まあ、スペックはねちょっとね低めかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、ただ一つねちょっとね心配やなって思う点があって、映像ディスプレイっていうのがね WQHD で、綺麗なんですけれども、これ RTX3050 なんですよ。その3050で WQHD でゲームをした時に何 FPS 出るのかなっていうのが少し心配です。そこまで出んのかな、どうなんでしょうか。この PC をレビューしたことがないのでぶっちゃけわからないんですけれども、他の方のレビューを見てみていいなって思ってから買った方がいいかな。でちなみにこのノートパソコンなんとセット販売もしてるらしくて、全部で4点セットで発売されています。しかもその種類っていうのがなんと3ブランドあります。でお値段はなんとロジクールで154,800円、安い。なので、まあ、初めてゲーミングノート PC を買おうと思っている方はこのセットを買ってみるっていうのもありだと思います。それでは次におすすめの商品はこちらロキャットから発売されておりますバルカン2マックスになります。これもマジでおすすめで、今ねデスクに置いてるんですけれども、これはね今まで Amazon にね売ってなかったんですよ。そう売ってなかったんですけど、ちょっと前にね検索してみたら Amazon に増えてて、だから今回ね Amazon セール多分初めての製品かなっていうふうに思います。こちらのお値段が定価で 31,880円が 30% オフの 22,309円で買えちゃいます。まあ、少しお値段高くはなってるけど高機能で見た目もいいっていうね、キーボードになっているので、ほんまにこれは買う機会かなっていうふうに思います。スイッチっていうのもゲームに適しててアクチュエーションポイントっていうのも浅めになっていまして、あとはボタンの機能がすっごい豊富なんですよ。
24個のデュアル LED スマートキーで二次機能オンオフを簡単にワンタッチですることができるので、例えばストリームデックだったりっていうのをデスクに置かなくても、そのキーボードだけでね、デスク周り周辺のね機能をワンタッチでね終わるので、スマートキーっていうのはほんまに便利です。そしてキーボードの右上の方にメディアコントロールっていうのがついてまして、ここで音量の調節だったり早送りだったりねっていうのができるんですけど、このメディアコントロールのこのね音量に調節するノズルっていうのがほんまに快適に使えます。でもう見た目がマジで可愛い。付属してあるこちらのリフトレスト、なんとねこう LED で光るんですよ。そういったキーボードはね他にない唯一無二のキーボードになっているので、まあ、デスクをねこう光らせたい、映えさせたいなって思う方はねマジで超おすすめなので買ってみてください。現時点ではこのリフトレストが光るタイプのやつっていうのがフルサイズしかないので、まあ、フルサイズが嫌っていう人は諦めよ。それではここからはですね、自作 PC パーツの紹介していきたいと思います。Amazon セールでおすすめの品がですね、こちらまず一つ目が、コルセアさんのベンジェンス RGB プロシリーズの DDR4-3600MHz の製品になっています。こちらは 16GB が2枚の合わせて 32GB の商品になっています。こちらがなんと、2万700円からタイムセールで 34% オフ。13,569円、もうめちゃめちゃ安い。こちらのメモリっていうのも以前ね、安い自作 PC を作った時に使わせていただいたんですけれども、光り方がもうめちゃくちゃ綺麗です。ほとんど全部がね RGB で光るっていうデザインになっているので、まあ自作 PC とかでもう中をねめちゃくちゃ光らせたいって思っている方におすすめのメモリになります。で、32ギガでこの値段で、16ギガっていうのがね、8969円なんですよ。それだったら32ギガ買ってる方が絶対にいいと思うので、まあ、こちらもすごいおすすめです。そして次におすすめなのが、こちら MSI さんのマザーボード、MPG-B550 ゲーミングプラスと、M.2 の SSD1TB がセットになった商品なんですけれども、なんとこちら定価だと 31,822円のものがセールで 23,840円になっています。めちゃめちゃ安い。この B550 だけでも1万確か9000円ぐらいするんですよ。で今回 23,840円でしょ、だから 5,000円ぐらい、5000円ぐらいで 1TB のメモリが買えちゃうって考えるとめちゃくちゃお得。でこの MPG の B550 っていうのは、まあ、ちょっと前のね、マザーボードにはなるんですけれども、まあ、人気のね商品になっています。 USB Type-C のコネクタがですねフロントとリアに搭載されています。見た目も良くて快適に使えて拡張性も高い、なのに安い。しかもマザーボードとメモリのね相性問題っていうのもこれセットで売られているので、まあ、気にすることなくね買えちゃうので、もしね自作 PC を買おうと思っている方はこの機会に買ってみてはいかがでしょうか。ただ一つ注意なのが DDR4 になるので一番新しい世代の Ryzen シリーズっていうのは使うことができません。あれはソケットが違うので、その CPU のなので新しい世代のねライゼンで組みたいと思っている方はね組めないので、そこだけ注意してください。はい、次におすすめしたいのがこちら簡易整理ですね、クラーケンの2連ファンのクラーケンのディスプレイを自分で好きなものに変更することができるという簡易整理になっております。こちらが定価 29,273円が 17% オフの 24,320円になっております。 NGX10 の回数でマジで人気なので、まあ、欲しいと思ってた方はねぜひこの機会に買ってみてください。続いて紹介したいものがこちらアンカーのユーフィーから出ているハンディクリーナーになります。最近というか昨日、なんと今日からアンカーストアが神宮寺前にねオープンしたので遊びに行ってきたんですけど、その時にあこれいいなって思ってた商品がありまして、これがね安くなってたからちょっと買っちゃいました。5,990円がなんと 20% で 4,792円、コードレスになっている掃除機ハンディクリーナーになっていまして、めちゃくちゃ軽いんですよ。しかも吸ったねホコリっていうのもゴミ箱にポイってするだけ。内蔵されているフィルターもね水洗い可能らしい。
デスク周りとかもパーって掃除できるし、なんなら車とか引き出しとかに溜まったホコリとかもパッてねスッと取れちゃうので、もう多分だいぶ便利だと思います。もう私も買ったんで皆さんもぜひ買ってみてください。こちらコルシアさんの HS55 ワイヤレスになります。なんとお値段がですね、現在11,980円からさらに 30% オフになるらしいです。マイクだったりっていうのも性能が高いし、しかも足音だったりっていうのも聞こえやすいような、そんなヘッドセットになっているので、ワイヤレスタイプでこの値段だったらマジでおすすめ。はい、ということで今回は Amazon 新生活セールファイナルの評価のおすすめ商品の紹介でした。いつも紹介しているものはね、今回ね紹介しませんでした。ただね、あの前回のセール品っていうのも今回セールなことが多いので、前回の Amazon リストっていうのも概要欄に貼ってあるので、よかったらそちらもねご覧いただければ、一目で安くなってるかどうかっていうのがねわかるので、それもよかったら見てみてください。今後もゲーミングデバイスだったり試作 PC だったりっていう情報を発信していこうと思っているので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、みさきみさでした。じゃのー。